にちは、稲田和真です。はい、本日も YouTube やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では本日はですね、自分を動かすには退路を断つというお話をしたいと思いますですね。はい、よろしくお願いいたします。人ってなかなか行動できないと思うんですよ。私もかなり弱い人間でですね、全然行動ができなくて、すぐやっぱり甘えたかったり、誘惑に誘惑にそこに行ってしまったりとかいうのはよくあるんですよね。そこでどうしたもんかなっていうのがあって、でなかなか行動できない。でいざ行動できる時で、大体例えば自分の気が上がっている時とか、情熱が新しい面白いものを見つけた時っていうのはうわっていくと思うんですけど、そんなもんは持たないですよね。精神論なんで、そんなもちろん持つわけないですよね。そんな長続きするわけないということで、どうしたら行動できるのかってことをいろいろ調べたり考えたりしたんですよ。そしたらもう退路を断つ、もうこれがもう一番ですね。退路を断つです。いわゆる行動せざるを得ない環境にするってことですね。どういうことかと言いますと、わかりやすく言いますと、アマゾンの森の中に自分がいたとします。自分がいました。そこにアマゾンの森の中に自分がいて、その森の中には肉食の動物がたくさんいるとします。じゃあどうするかって言ったら、もうそこに追っても食われるだけですよね。だから逃げなきゃいけないですよね。だからそこにずっと追ってもしょうがないんで、走らざるを得ない、逃げざるを得ない、今そんな感じでございますっていうことで、だから何でしょう、私がまずやったのは一番わかりやすいのはあれですね、自分のお金とか減らしましたりとか、でかいもの買ったりとかしてますね。ですね、これやばいなっていうのを買ってとか、やばい状況に追い込むってことなんで、自分を追い込むってことで、例えばこの撮っているパソコン Mac なんですけど、これ10万円ぐらい一括で買ったんですけどね、っていうのがドンって買って、うわこれやばいな、どうしたらいいんだろうっていうのがあったりとか、あと昨年でしたらちょっといい感じになってきたっていうことで、これはちょっと調子が良すぎるのはこれまずいな、これ多分成長しないなということで、貯金を5倍にしたりとかしましてですね、それは今でも続いてるんですけども、っていうのをやったりとかして、やばいなと思って、これはこのままいったら やられてしまうぞっていうのを、いかに自分が環境として作るかっていうのが非常に大事かなっていうことがあって、あと年末のもそうですね、年内に300曲覚えるって言ってて、結局200曲覚えるって言ってて、200曲達成したんで300曲覚えるって言ってて、12月の中旬で250曲しかなくて、10日で50曲ぐらい覚えたっていうことをやったりとかしたんで、ブログに書いたんですけど、そんなことやったりとかして、結局もう自分を追い込んだ方が人って動くで、なんとかなるもんなんですよね。本当になんとかなるもん。だから YouTube 毎日撮るって言ったら毎日撮るんですよ。なんとかするんですよ。そこはもう無理やり帳尻合わせるっていう感じなんで、退路を断つ、これはおすすめですね。いやこれはなかなか燃えますからね、っていうのもありまして、そんな話をしました。それではまた。ホームステック、そして明日もオールナイトヒートテック。